こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。日本との学力の差を痛感している韓国ですが、韓国の人口の半分は1年に1冊も読書をしないようで、出版業界にも影響を及ぼしているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。出版市場の規模は全般的に縮小する傾向です。2020年の国内出版市場では教育用図書出版は不振でしたが、単行本出版は会計と収益性ともに成長し、漫画、ウェブトゥーン、ウェブ小説は飛躍的成長を見せたことが分かりました。これは大韓出版文化協会が上位78社の出版企業の2020年の売上高を分析し、2021年4月に出した資料によるものです。これら企業の総売上額は4兆8000億ウォンで、前年対比 4.1% 減少しました。出版業界によれば、2020年基準で世界出版印刷関連市場は約7000億ドルに達します。商業出版社の商業的な発行物に限定した競技の出版は3000億ドル台です。これは映画、ゲームなど他のエンターテインメント市場より出版印刷市場がはるかに大きい水準です。世界最大の出版市場規模を持つ米国はそれなりに好況ですが、出版市場規模で世界2から3位の日本は韓国のように出版市場規模がますます縮小する傾向にあります。出版業界は日本の場合、韓国と比べて出版市場の減少規模が似ており、少子化による人口の大幅減少幅などが作用すると分析します。文化体育観光部が今年1月に発表した2021年国民読書実態によると、2020年9月から昨年8月まで満19歳以上の成人年齢層で1冊でも本を読んだり聞いたりした人の割合である年間総合読書率は 47.5% で 8.2% 減少しました。読んだ本の2年前は7冊以上でしたが、昨年は4冊程度でした。それではネットの反応です。正直、誰でも本を出せる時代だから、本をどれだけ読んだかより、どんな本を読んだかが重要だ。人が思考するには本を読まなければならないのに。私も本当に読まなかったけど、今年は幸いに5月まで5冊読んだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。